はい、遊戯王です。期待戦やっていきたいと思います。ギアギアマシンナーズ VS 鉄獣戦線トライブリゲードです。ギアギアマシンナーズ、ギアギアは懐かしいな。昔純ギアギアで組んでたものですよ、本当に。さあ、まずはフラクト、天気からフラクトールをサーチしてきて効果手札から捨てで、デッキからナーベルを墓地に送り、ナーベルの効果でデッキから鉄獣戦線キットを手札に加え通常召喚、そして効果墓地のモンスター2体を除外することでリンク2のモンスター1体を特殊召喚フェリジット。そしてフェリジットの効果、手札からレベル4以下の超獣族または獣族獣戦士族を特殊召喚します。そして2体でリンク召喚、あれはそうですね、王神長シムルク。そしてフェリジットの効果によりデッキからカードを1枚ドローして1枚をデッキの一番下に置きます。そして、キットを墓地に送りリンク召喚アルミラージ。そしてカードを1枚捨てで効果、王神長シムルグの効果により相手いる魔法トラップゾーンの数のレベル以下の超獣族または超獣族モンスターですね、1体を特殊召喚レベル8以下ですね。その前にキットの効果か、キットその前にキットの効果、すみません、キットの効果ですね。その前キットの効果でデッキから鉄獣の恋子を墓地に送り、そしてエンドフィーズに王神長の効果で、あれは巨神長ですね、イストバレーの巨神長を特殊召喚します。この状況で巨神長を特殊召喚したということは伏せカードがなんとなくわかる感じがしますね。結界像ではなく巨神長を特殊召喚したということは。さあ、ギアギアの効果、ギアギアの効果、ギアギアのターンです。巨神鳥が出なかったのである程度動くことは十分可能になっているとは思うのですが、アルミラージが出しているのでブラックホールやライトニングストームといったモンスター魔法効果をですね受けなくなりますね、一体は。さあ、ギアギアはラングラーか、そして手札から特殊召喚したところで増殖する G を発動。ギアギアモンスターがいる場合、手札からこのカードを特殊召喚するってことですね。あれでよく出したもんですよ。主にギアギガントクロスだけど。王神長シムルグがいる限り、このカードと、リンク先の超獣族モンスターは対象に取ることができません。よって、カステルなどで出すことができる。おっと、あれはオーバーレイユニットを取り除いた場合ダイレクトアタックが可能になるでしたかね。で、このカードが破壊された場合デッキからモンスターいったよ機械族をサーチすることで、さあ、バトルフェーズでアルミラージの攻撃を行いますが効果、アルミラージの効果でこのターンのエンドフェーズまで王神長シムルグは、効果で破壊されないですね。さあ、そしてエンドフェイズではない、違う、ドローですね、増殖する G の効果でドローを忘れている。さあ、エンドフェイズ、おっと、鉄獣の光線の効果、リボルトの効果によりゲームから除外されているカード並びに墓地からモンスターを特殊召喚し、そのレベル以下のトライブリゲードモンスター1体を特殊召喚します。リンク召喚ですね。さあ、シュライグで、シュライグが特殊召喚されたことにより効果、そして墓地に送られたキットとナーベルの効果、キットをチェーン1、シュライグをチェーン2、ナーベルをチェーン1ですね。で、シュライグをチェーン2、キットをチェーン3ですね。さあ、ナーベルの効果でフラクトールを手札に加え、そしてキットの効果でデッキからトライブリゲードカードを墓地に送ります。鉄獣の光線を送りました。別にもうこれ以上出すことはないでしょうしね。そしてエンドフェイズ、王神長シムルグの効果によりデッキからモンスター1体を特殊召喚します。超獣族モンスター、もうレベルは9以下なら出すことができますね。結界像特殊召喚でここでサレンダー、仕方ないですね。この状況になったらどうしようもない。トライブリゲードがほぼ完璧に動いた場合こんな感じになりますね。ハンド誘発やリボルトがある場合、本当に爆発力もそうなんですが、後続確保が簡単なのが強いですね。さあ、2戦目。4枚伏せターンエンド。懐かしい。昔を思い出します。さあ、金満で謙虚な壺を発動。
エクストラデッキから、3枚か6枚を除外することによりデッキからサーチなんですが、大きいの直面さあハンドによってはもう完全に終わる可能性が出てきてますこれいやでもフラクトールがね、素引きされていれば相手の墓穴の示しを食らわないということではあるんですが、何もなかった。そしてエンドウェイズにトラップトリックを発動。あれはギアギアギアですね。デッキからギアギアモンスター を2体特殊召喚することができるカードです。そして確かレベルを合わせることができるんだったかな。でレベルを4にすることができる。いやー、王宮の直命はこれは辛い。そして王宮の直命の効果により、スタンバイフェーズにライフを700ポイント失います。これは効果外テキストなのでほぼ強制効果になりますね。おっと、スタンバイフェーズに増殖する G を発動。これは厳しいさあギアギガントクロスを特殊召喚、そして効果、オーバーレイユニットを1つ取り除くことによりデッキから手札に加えます地属性モンスター。あ、地属性じゃない、機械属モンスターですね。レベル4以下のあれはフライングペガサスだな。バトルフェーズギアギガントクロスでダイレクトアタックですね。2300のダメージ痛い。いやでもまだまだ分かりません。フラクトールさえ引くことができればですからね。さあメイン2、攻撃宣言を行っているのでアーゼウスを特殊召喚し、そしてエンドですね。でスタンで開始のターン、スタンバイメインフェーズ。おお、フラクトール引いていた。これは素晴らしい。そしてナーベル。で、ナーベルの効果。敵からキッドを手札に加えます。トップで引いていく。まあまあ増殖する G が言ってたんでね。そして、キッドを通常召喚、そして効果。2体を除外戦で無限応用。抹殺の指名者があったとしても打てない。これは辛い。さあ、そして、いや、キッド。どう墓地に送ってアルミラージは出さないですね。ダイレクトアタックされですね。で、カード1枚捨てターンエンド。さあ、エンドフェーズに、おお、エンドフェーズにアーゼウスの効果。すべてをぶっ破していきます。そして、で、キットの効果によりデッキから、ランデブーを墓地に送ります。あれは手札にある感じですかね。ナーベルか。さあ残りライフは5700。何かしらモンスター、例えばギアギガントクロスをもう一度出せるようなハンドだった場合を、うわー、マシンナーズ出てきました。ここでそしてわーひどい全員揃ってダイレクトアタックで勝利ですね。はい、あー、アーゼウスはやはり強い。そして直命も強い。はい、2戦目はマシンナーズギアギアの勝利です。いやー強いですねさあ3戦目、通常召喚キット、そしてキットを墓地に送りアルミラージを特殊召喚、そしてキットの効果デッキからカードを墓地に送ります。まあ、この状況で送るのはナーベル一択ですね。でナーベルの効果によりデッキから、トライブリゲードモンスター一体を手札に加えます。ほう、フラクトールを手札に加え、フラクトールの効果でケラスを墓地に。おっと、これはあれは伏せカードが見え見えですね。さあ、開始のターン、羽暴挙を発動ですが、そこで、ですね、鉄獣の光線を発動。4体を、リンク召喚。シュライグ。そして墓地に送られたナーベルとキッドの効果。これがほんと強いですよね、この動き。ほんとめちゃくちゃ強いと思う。パワーカードすぎると思うんだよな、これ。いや、ヨガヨだったらもう制限あってもいいでしょってレベルの、そう、壊れカードと思うんですよね。さあ、キットの効果で鉄獣の光線を墓地に送り、
ナーベルの効果でキットを手札に加えます。ほう、自身とマシンナーズホーテルマシンナーズホーテルスと機械族を捨ててマシンナーズホーテルスを特殊召喚、そしてシルバーガジェットを通常召喚し手札から機械族モンスターを特殊召喚してオーバーレイ、2体のモンスターでオーバーレイ、オーバーレイユニットをこう、そしてギアギアのところです。でオーバーレイユニットを取り除いてデッキからマシンナーズで、あのカードですね、デッキから手札に加わった場合、ドロー以外の方法でデッキから手札に加わった場合特殊召喚することができます。そして召喚特殊召喚に、成功した場合デッキからマシンナーズモンスター1体を墓地に送ります。あれはカーネルを墓地に送ります。さあバトルフェーズ、フォートレスでアルミラージュ攻撃するアルミラージュの効果でシュライグ を対象に選択して効果で破壊されなくします、まあ、しかし、その子を自爆特攻によりもしどマシンナーズカーネルを特殊召喚し相打ち、そして2体でダイレクトアタック、そしてシュライグの効果はゲームから除外されているモンスターがいないのでサーチすることができません。そしてアーゼウス強い、いやでもだがまだまだワンチャンあるかもしれない。さあキットを通常召喚、墓地には十分潤沢にモンスターが存在します。さすがにアーゼウスの効果、そしてキットの効果、さあデッキからナーベルを落としてケラスを手札に加えて手札に重戦士族とか長寿族モンスターがあれば十分、SS ができて逆転は可能なのですが、あるか、カード1枚せなかったまあでもまだ、でも3900しか残りライフがない、あるだろうか、モンスターが少しでもあれば、あるいは墓地のフォートレスを蘇生する手段があれば、あーってしまった。そして特殊召喚2体のモンスターで終わり、いやまだまだあの伏せカードが鉄獣の光線の場合は十分生き残ることができるはず。モンスターを引いてほしいがためにキットの効果で鉄獣の光線をデッキから落としたんですが引いていなかったようですね。さあギガギガントクロスを特殊召喚、そして効果オーバーレイユニットを取り除きデッキから手札に加えます。機械族モンスター1体を手札に加えます。あれはマシンのボックスですね。そしてその効果により、ドロー以外の方法で手札に加わった場合さらに機械族地属性モンスターをサーチすることができます。アンティークギアボックスですな。アンティークギアだと融合素材にね使えるのでが増えるのでなかなか重宝したんですね。さあそして2体を捨ててフォートレスを特殊召喚。さあバトルフェイズ攻撃、攻撃何もなかった、ラスの指名者だったやはりアーゼウスは強いですね。はい、お疲れ様でした。